にちは。こんにちは。今回は、はい、脱毛に行きます。よ、最近俺と旗がヒゲ脱毛やってて、はい、フェイシャルケアやってる。だから脱毛、レーザー脱毛だけど、そのレーザーでフェイシャルケア的なやつもあるんだよね。なるほどね。そう。で、うちの山メンバーも、脱毛に興味ある人が結構いて、小麦くんも行ってる、紹介して。そう。で、まあ今回、脱毛に行くんだけど、なんか男の脱毛ってさ、まだ、男がみたいな風潮、田舎にはあるやん。多分東京とか行ったら結構普通にメンズ的なのあるけど、田舎のおっさんが行くなんてね、なんかとにかく珍しいことだろうから、おっさんの脱毛もありなんだという社会への反逆そう、反骨精神を見せていこうという、そうアンチテーゼの動画になってます。まあとにかくヒゲとかも俺もう剃るのもめんどくさいし、剃った後青くなるのもなんか嫌じゃん。これが脱毛したら毛穴とかがなんかちっちゃくなって綺麗に見えたりもするらしいし、今回もう 4回ぐらいヒゲ脱毛行ってるけど、じゃあ動画にしようってことで俺もう足剃ってやろうと思ってってふと思ったら、昨日そういえばあの荒川ブランドの撮影で児玉さん見たけどすね毛やばかったなと思って、毛まみれで話聞いてみると、あの蚊が引っかかるっていうまあとにかくそんな感じで、ちょっと40近いおっさん2人が脱毛体験に行くので、まあ珍しい動画なんじゃないかなということで、GO！ 勢ぞろいじゃないですか。はじめちゃんの嫁、佐賀県一位、美しい。ここに来たら会えます。佐賀県で一番美しい。ここに来たら会えます。会えます。めちゃくちゃ可愛い。佐賀県で一番美しいとされている。はじめちゃんの嫁と。お名前は何ですか？ないや。ない。映してほしいで。カウンセリングからカウンセリングしましょう。岩井さんやったことあるけん、児玉さん、さんからやっていってもらいます。どんな感じでちょっと脱毛、おっさんが脱毛するとどうなるのかっていうのを、その手順をお願いしたいです。こちらへどうぞ。はい、すいません、失礼いたします。はい、はい、でも面接みたいなコピーあるからですかね志望動機からしかも今回あの、はい、あのなんで脱毛しようと思いましたかってもし言われたら、社長に言われたから人に言われたから、別にどっちでもいいってちょっとスーパー個人情報なんですけど、タルテの方を、はい、はい、お願いします、はい、アンケートに答えして、はい、プレゼントをもらおうと、ね、じゃあその間俺針してもらおうかな。ちょっともうできる。ちょっと俺針してもらえる。針お願いします。整骨院が併設されてるんですよね。どっち？何がわからんけど。携帯を見ながらしてもらわないといけないので。はじめさんのマッサージも受けることができる。そうです。と。前回すごい反響だった肩甲骨剥がしもそうですよね、やってあるんですよね。ですね、ゆうこ先生。はい、いえいえ、肩甲骨剥がし、はい、130万再生してます。おー、素晴らしい。あ、もう一個の動画、うん、こっちのお店でしてもらった動画、うん、202万再生してます。ありがとうございます。ぎっくり腰針治療60万再生してます。だいぶ稼いだでしょう。いやー、おかげさまででも実際に今日とかもそれ見て来られた人いますもん。僕が見て、うん、
そう、もう1年ぐらい経ってるんですよね。うん、もう全然もうほぼ毎日来られますよ、うん、新規で、うん、動画見てきたんですけど、うん、あ、終わりました。はい、あのカウンセリングの途中であれしますか。はい、はい、脱毛教科書に丸、自己処理、はい、ここですね。あ、桃の裏、はいはいはい、桃の裏側です。裏がすごいんですね。はい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 、まあどうせなら、まあ、全部でいいんですけど、ここが一番気になってる。わかりました、はい、じゃあ今回は、はい、足をやってみます。じゃあまず桃のこの裏の部分から、はい、先にやってみましょうか。お願いします。はい、手強いですよ。まず毛の方を先に剃っていくので、はいはい、こっち頭で、はい、あ、で転がって潰せる、はい、はい、していただいてます。脱いだっていいですかね。はい、大丈夫です。出すか。あ、絡まって。初めてなんで優しくお願いします。はい、わかりました。あ、こうじゃない。こんな感じの。どこばしてもらうんですか今の。はじめちゃんの娘さんがすごい冷たい目で見てて。今傷つくな。娘がおる身としては。失礼します。お願いします。はい。どんなのってる。すげえ。あ、歩いてからはケツとして見なされてるんだ。そうですね。それは生えてない。うん、自分でも未練見で。すごい。見たことないもん。ケツから生えてないですね。ここからすごい。本当ですね。ケツが綺麗なもんや。じゃあまずはじゃあこっちの足の方を先にちょっとシェーブだけして、はい、ついにこれのもも裏の毛ともお別れか。じゃあ毛剃ってきます。あ、お願いします。こういうサービスです。はい、自分で剃ってこい。そうですね、基本的にはね、はい、お客様に沿ってきていただいてっていう形になりますね。女性の方は、そうです、女性の佐賀県一美しい、そうです、言われる佐賀さんの奥さんがやってくれるんで、そうです、そうです。女性は、基本男性は僕がやります。脱毛してると、はい、あの肌自体も綺麗になっていくので、スベスベになります、脱毛した後とか。ここで使ってる、うん、そのまあジェルだったり、はい、ローションっていうのも結構美容成分が入ってるので、肌にもすごくいいです。ざっとちょっと 裏だけ今剃れたので、ジェルを塗ってきます、はい、このジェルが結構冷たいので、はい、結構びっくりするかもしれないので、ちょっと我慢してください。すみません、失礼します。これ結構冷たい。想像の倍冷たい。ちょっとなんか冬はもしかしたら結構きついかもしれないんですけど。普通の透明。そうです。これはもうこんな感じの透明なジェルになってます。めっちゃ冷たい。そうなんですよ。これをやっぱちょっと塗らないと肌に結構ダメージが残っちゃうんで。さあ、レベル20です。そうです。拷問よ。レベル20。大丈夫ですか。奥のレベル50以上ないと通せないと思う。でも普通脱毛って結構痛いイメージあると思うんですけど、うん、それやってみたら思ってるほどっていうか、もうほとんど足とか全く痛くないです、うん、じゃあ実際ちょっと光を照射していきます。はい、すいません、失礼します。このぐらいです。あ、え、終わったんですか。まだです。今もう半分ぐらい終わってます。痛み大丈夫ですか。全然ないですね。もう一回続けてやっていきます。はい、もう終了です。あ、終わったんですか。はい、もも裏終了。もも裏終了です。拷問との戦いが全然そんなことはならなかった。もうもっとうわーってなるかなって、はい、最初構えるんですけど、うん、実際もう本当痛みとかほとんどないんで、うん、ピピピピピとちょっとあったかいぐらい。奥さんも拷問に興味がありますか。
線が。でも小玉さん。からでも大丈夫です。小玉さん。はい。あの旦那が剛毛なんすよ。剛毛。でも剛毛好きってことですね。どんな剛毛なのかが気になるやろな、やっぱ。どんな種類。でも、ツルツルですよ。見たことないんじゃないですか、こんな桃の裏は。自分の尻向けて今までね、気に入られてたら喜ばれるかもしれない。毛がないっつって。お父さんじゃないよ。言われるかもしれない。ここで判断してたんですか。次に、緑毛効果のあるジェル、ローションで保湿をしていきます。失礼します。決して頭には塗ってはいけない。頭には。欲毛効果があるのね。じゃあこっち足の下の方を塗っていきましょうか。はい、痛みとか大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい。今回の選手は終了ということです。終了です。片方だけです。片方の裏側の明らかに坊ちゃまくんの貧乏ちゃまみたいなね。さあ、裏側はどんだけ変わったのか。そうですね。このタオルをめくったらね、びっくりするのが出てくるけど、めくってみましょうか。すいません、失礼します。はい、うわーし、いや、だいぶやっぱツンツンってんですね。うん、ちょっと画面ではね、ちょっと渡りにくいかもしれないですけど、実際見ないとね、ちょっと全然違いますね、やっぱり。すっきりですよ。うん、あ、本当だ。表面の足やん。前やってみましょうか。前もできるんですか。はい、もちろんです。うわうわぁ現れた。すごいね。つぶつぶ。ほんとだ。今までで一番なんかやりがいがあるスネゲかもしれない。はい、また自信が。自信になるのがどれ。初めて褒められた。毛で毛で。いい毛量ですね。いい毛量でしょ。褒められました。あ、なんか懐かしさを感じますね。はじめ先生も結構濃かった。それでもよかったですけど、筋肉もみ野郎です。あらだだ、取材が来た。筋肉もみ野郎も現れました。あと、屁こいて逃げ野郎が先。そう、針打って屁こいて逃げ野郎がいますよ。ゆこ先生。自由やな。デカボール、デカボール息子、デカボール転がし息子、転がし息子。YouTube で見娘、YouTube 見娘。ホームビデオ撮り太郎、ホームビデオ撮り太郎。立ち上がってる。すいません、失礼します。いい気持ち悪い。美しい。美しいですね。怖い、これ、なんかどうどうも、綺麗ですか。ちーちゃん、どっちの足が好き。どっちの足が好き。どっちの足が好き。うー、すごい、小足見たらすごかった。すごい。だいぶ違うですね。後ろも見てもらっていいですか。うし。確かに毛がある方が太く見えるね。足ちょっと太く見えますよね。なんやろこれ。
ナイス、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。もうしばらく長くてなんやろ、なんだけど、うん、毛がなくなったらいろんな毛が、見えてきた、ね、山とかで毛寄るやつで、うん、ちょっと目立ちますよ、ね、はい、なるほどね。あら、ツルツル製品や。わあ、全然違う、すげえ。すげえ。いや、この毛が足が細く見える、うん、ですよね、ちょっと細く見えますよね。肌でさえ細い美脚になりました。ツルツル、やば、これ本当にいろんなところも脱毛したくなってくるかもしれない。でしょ、綺麗に、まだ綺麗になれる。まだなれる。これで終わりですかね。はい、はい、帰りますか。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。こんな流れで脱毛やってるんですね。そうですね、うん、動画的には確かに面白いけど、さすがに輝いてる。もうめちゃくちゃ輝いてる。動画的にはあれだけど、人としてはやっぱり、いや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 、冬だから別に全然。いや、やりましょう、やりましょう。マジ、足が細く見える。いや、細く見えますよね、うん、めっちゃ細く見える。それが言うことなのかダメなのかわかんないけど、ツルツルは嫌だけど、ちょっと薄くしたいとか短くしたいんだけど、みたいな。たまに、これとかも1、2回やったら結構、多分いいと思う。でも、スネーとか早いんで、また、でも1回でいいかもしれない。ちょうどいい、普通の人になりますから、ね、ちょっと濃い方から普通の少年の足に、あらになって、あら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 、それところからか、うわこれだいぶ違うね、確かに。うわこれ確かに嫌な声でしょ。うわくる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 なってるよ。うわこれすごいっすよね。これはなんか、なんかね、これ赤塚不二夫が描くスネゲー、おじいちゃんとかの博士とかの絵を描く、温泉で描けてます。終わりました。はい、ありがとうございました。ツルツル点ですね。あ、すげー、いいお腹、いいっすね。お腹もともとそんなの、うん、足すっきりっすね。遅く来たな。お仕事すぎる。うん。偉い。気をつけます。でも始めちゃう。ありがとうございます。ありがとうございます。またいつでも来てください。お願いします。誰でも OK です。誰でも OK です。もうカウンセリングからね。カウンセリングからいけるやん。相談するだけでも。そうそう、大丈夫。しなか、しない、するしない。ああ、もう全然関係大丈夫です。なんか相談だけでもしてもらったら。年齢もね、関係なく。そうそう。お二人とも相談でもいいし。スペシャリストなので。あれでしょ、もちろん針もマッサージも。針もマッサージも。はい。肩甲骨味も。もう針もマッサージも何でも何でも。ありありじゃあお邪魔しました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。気をつけて。ありがとうございます。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございます。メインのチャンネルはこちら、料理のチャンネルはこちら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。じゃあね。